婚活アプリは出会い系と同じ。はい、こんにちは。高学歴 YouTuber のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、婚活アプリについて、話していきたいと思います。婚活アプリね、利用されてる方非常に多いと思うんだけど、このね、婚活アプリと出会い系、これ違いってほとんどないんですよ。全く一緒じゃないですか。ただね、婚活アプリの方がね、証明書を出したりとか、もちろんね、最低必要限のことは必要だけど、それ以上のところ、例えばね、学歴の証明書とか年収の証明書とか、そういうのね、出すのがね、めんどくさかったりとか、そこまで個人情報出したくないよって男性の方も非常に多いんですよ。だから、出さない人もいるんだけど、ほとんどね、出会い系アプリと変わらないんですよ、だから。結論から言うと。で、このね、僕がね、実際あったね、体験談を話します。先ほどもちょっと話したんだけど、この出会い系アプリと変わらないっていうのはね、桜が多いってことなんですよ。これね、僕ね、高学歴で年収高いから、そういう女性がいっぱい寄ってくるのかもしれないんだけど、これね、相当やばいですね。相当やばいっていうのは、もうね、ちょっとね、美人なね、女性にいいねしてね、成立したらね、大体桜なんですよ。もうね、90%数桜だと思った方がいいですね。で、ちょっとね、若くて美人なね、女性にいいねして、成立したら、大体桜です。もうね、これ間違いないですね。これ運営側もね、そんなの分かんないんかなって思うんだけど、僕の経験上、大体そうですね。で、どういうパターンかというと、なんかのね、ウェブサイトに登録するようにね、求めてきたりね、最初はね、LINE 交換なんだけど、LINE 交換してね、なんか使えなくなっちゃったから、ウェブサイトに登録してとかね、メールアドレス、ここになんか送ってとかね、あと、そういうのが多いですね。それ以外にも、実際にね、自分たちがこうなんか、飲み会やってるから来てとかね、別のね、婚活イベントに、来ないかっていうのを誘われたりとかね、もう大体その辺ですね。で、その、出会い系アプリを使って女性たちはね、その、お客さんを集めようとしてるんですよ。お客さんを集めるためにこれ使って、出会い系じゃない、婚活アプリ使ってる。だから出会い系と変わらないんですよ。婚活アプリは、その、お客さんを集めるための営業の場になってるんですよ。そういうね、なんか、水商売みたいなしてるね、人たちだと思うんだけど、そういうね、飲み会とかね、そういうなんだろう、他のイベントに誘ったりするようなね、女性はね、いわゆる出会い系と出会い系とほとんど変わんないですね。っていうか、同じですね。やってることは同じですね。なんで、そこのね、違いが全くないっていうね、ところがあります。で、これね、本当に、そのアプリを運営してる側がね、もっとこれに本当に、こういう桜に、真剣にね、取り組まないといけないんですよ、これ。だけど、取り組む気がないっていうのか、取り組んでないのか、ちょっとわかんないんだけど、めっちゃいますね。もうね、ゆとりくんもね、動画でね、前にね、桜がいるんだっていう話を昔してたと思うんだけど、これ本当に言います。これね、僕、ゆとりくんの話で唯一それだけね、共感できるんですけど、それだけとか言ったら失礼なんだけどね、それだけだしか共感できないって失礼なんだけど、それだけはね、本当にわかりますね。マジで多いです。マジで多いから、本当にね、その学歴高くて年収も高いからね、そういうね、ちょっと水商売みたいなしてるような人たちがね、寄ってくるんかもしれないですね。マジでこれ危険なんで、僕はね、利用しない方がいいと思います。僕は勧めれません。大手を歌ってるアプリも危険なんで、やめた方がいいです。で、本当にね、無意味っていうかね、時間の無駄っていうかね、お金も無駄だしね、あとさっき言ったね、飯ただで食わせる女とかね、めちゃくちゃですよね。飯おごってくれるんだったら行くとか言ってね、しかもスペック低いのにね、お前なんかおごるものないって、これで、分かってる、自分のそっちのスペック、女性の年収本当に100万ぐらい でデブで容姿も悪くて、で、なんで飯おごれなの、頭おかしいんじゃないのってね、僕は思いますね。だからそういうクズ女がね、非常に多いところになりますので、注意してください。
なので、まあ、僕はね、アプリはね、結局出会い系と同じで、全く使う価値がない。まあ、そうね、これはもう言えます。まあ、それはね、女性からしたらね、こうなんかね、写真、女性からしたらね、こうね、身長が高くてイケメンな男性と出会えると思うかもしれないんだけど、女性からしても、おそらくそういう男性と結婚できないですよ。なんでかって言ったら、高身長で大体イケメンの人はみんな結婚してますからね。いつまでも結婚してない人は、まあ大体ね、いないです。それは大体ね、遊ぶのが好きな男性ぐらいだと思いますんで、まあ注意してもらった方がいいと思いますね。ということで今日はこれで終わります。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。